こんにちは、道楽工房です。今日はですね、陸運局に車検を受けに来ました。もうこの車来てから2年経ってですね、初の車検です。で、今回ユーザー車検を受けに来てます。で、今からちょっと手続きをするんですけど、その前にあの向こうにある予備券屋とかで、あっちの税金とか払ってとか、まあちょっといろいろ手続きやって、あとであっちのレーンに並んでいきたいと思うんですけど、ちょっとそこの動画は撮らせてもらえれば撮りたいんですけど、まあちょっとあのタイヤを純正に戻したりとかですね、まあ一応念のためなんですけどね、これ変えたのは。果たしてうちの仕様、まあ、屋根とかこんなんしてますけど、あ、床の板とか置いてるやつも全部取りました。まあなので落ちるような部分は何もないはずなんですけど、車検をやっていきます。まあ結果どうなったかもちょっと含めて全部お送りしたいと思います。レーンの見学に来たら、まさかの知り合いに出会うっていう、あの後輩エンデューロライダーがユーザー車検を受けに来てました。いかんのかな。え、何が落ちるわけないじゃないですか。何がダメって言われた。僕が落ちるわけないじゃないですか。僕が違法改装なんかするわけないじゃないですか。受付済まして帰ってきたらまだ同じところに車止まっとると思って。30分から再開、ちょっと休憩機だけなんです。ああ、休憩機。何を落ちたのか。なんとタイヤはみ出しで後輩落ちてました。なんか確かになんか15インチかな、えらいなんかファットなタイヤついてるけど、あれで車高が、車高っていうかタイヤはみ出しで、なんかさ、持ってないですか、強力な両面テープ。両面テープ、それあのでもダイソーとか行って買ってきた方が早くない？すぐそこあるやん、向こうにダイソー。今日何も持ってきてない。はみ出しをどうにかするために、その何、モールもう貼るん？両面テープとかあれば貼れたろうけど、え、別にさ、後日もう一回でええやない？いやいや、それ有給取らないといけないじゃないですか。今日中やったらいけるやん。いや、だって時間かかるじゃないですか。いや、でもダイソーまで行ってから買ってくればいいやん、両面テープ。マジで。おいおいおい。さあ、じゃあちょっとレーンに並びたいと思います。落ちるとこはないと思いたいけど、さっき車検に落ちてもう一回並び直した後輩が目の前に。車検受かったかな。なんか印鑑押されてるような。じゃあスモールつけてもらって、はい、パッシングお願いします。はい、ウインカーお願いします。はいはいはい、ハザードお願いします。はい、前からライト見ていきます。
スを消してください。40キロでパッシングしてください。あれ、ヘッドライト右側が落ちた。マジか。フットブレーキを離してください。ブレーキを検査します。駐車ブレーキ、フットブレーキを、フットブレーキを離してください。駐車ブレーキを検査します。駐車ブレーキをゆっくりかけてください。駐車ブレーキを戻してください。出口で聞いてくださいね。はい、ちょっと記録します。一番上だけちょっと払います。はい、うん、ですね、ちょっと話聞いてきまして、工軸落ちました、調整してきてくれと言われたので、今からちょっとあの予備検屋にもう一回行って調整して並び直してあのもう一回受けたいと思います。でちなみにこれが落ちたヘッドライトの、灯火の明るさ不足って言われても、これハイエースの純正なんですよね。ヘッドライト汚れとかのせいかな。確かにちょっとあんまり洗った状態じゃなかったけど、灯火の向き左下方越え、まあよう分からんけど、工軸だけ直してきてもらいました。すごいなんかあの親切にいろいろやってくれて、本当あの予備検屋通してよかったなって思ったんですけど、で来たら2回落ちて3回目に通してる後輩がまだあそこに並んでるっていう。大丈夫なんかなあいつまあ人のこと言えないんですけどね、あの落ちたから再車検向かいます。はい、というわけで無事車検合格しました。ヘッドライトの工事落ちたのかちょっとどうなるかと思ったんですけど、ちゃんと予備検屋に事前に通してたんで、もう一回予備検屋に行って工事落ちましたって言ったらすごい丁寧に対応してもらえてですね、無事もう一回並び直して昼前には終わることができました。これで1年間安心して車に乗ることができます。でまあ隣にちょっと後輩のハイエースも止まってるんですけど、何を話したらいいですかね。まあ、偶然出会った後輩なんですけどね。偶然ですね、本当に偶然。まあなんか知り合いが他にもなんか2人ぐらいいたけど。そうですね、なんか山の中みたいでしたね。週末かみたいな。いやまあでもなんとかこれでハイエース。まああれかな、サムネは。ハイエース車検落ちたって感じかな。まあでも
今回はちょっとハイエースの車検をやるっていう動画だったんで、まあ参考には多分ならないと思うけど、通せる人から見たらはって思うような、結構なんか慌てたりしたんですけどね。まあちょっとまたなんかカスタムするようなことあったらやっていこうと思います。今回はハイエースの車検に通すでした。ご視聴ありがとうございました。はい、というわけでなんとか車検通りました。もう予備検通してもヘッドライト落ちることあるんですね、あの高軸。まあでも予備検用の人たちすごい親切で、無料でもちろん調整し直してくれたし、飲み物とか出してくれて、まあ持って行った方が絶対安心できるんで、次持って行く時もまた予備検通そうかなって思ってます。ハイエースの重量税すごい安いですよね。まあなんか車新しいから今回特別安かったみたいな感じで言ってたんですけど、本当はもっと高いんですかね。今回1万円でしたけど、それにしても出会った後輩には笑わせてもらいました。おかげで緊張がほぐれました。